エルネスト・ド・シャマイアールはフランスの画家である。ブルターニュのポンタバンで活動したポンタバン派の画家の一人である。ブルターニュ、フィニステール県のガーリゼンに生まれた。父親のヘンリ・ピエール・ポンタ・デ・チャンヤルは法律家で国会議員を務めた人物である。兄のヘンリ・ポンタ・デ・チャンヤルも国会議員になった。シャマイアールも法律を学ぶが熱心ではなかった。 1888年に、ポンタバンで、ポール・ゴーギャンと出会い、絵画の道に進んだ。ポスト印象派の理念に熱心で、ポンタバンの宿や、ペンショーネグローネックに滞在した、シャルル・ラバルや、エミール・ベルナール、アンリモレといった画家と親しくなり、法律家になることを止めた。1888年に、ポンタバンで知り合った女性と結婚した。数年間、 ポンタバンで過ごし風景画を描き、ゴーギャンから素朴なスタイルを称賛された。1893年からシャトーランに移り、画家では生活できないので法律事務所を開いた。1905年にパリに移り、事前事業の団体に雇われた。1906年と1910年にパリの画廊で展覧会を開いた。第一次世界大戦では二人の息子が戦死した。 1925年と1930年にも展覧会を開いた。ありがとうございます。